皆さん、こんにちは。今日は2023年2月12日日曜日です。今日のテーマは、中国のゼロ感染者施策、去年ですね、約1年間実行してきて、社会保険ですね、この近郊時代がですね、講座はもう空っぽとなってきました。また他にもたくさんの情報ありますので、少しずつ放送したいと思います。 一つ、中国の31個の省、都市ですね。えー、うち17個の省ですね、の地域ですが、2022年1年間コロナに対応してきた、使ったお金を公開しました。十数億元から数百億元の単位ですね。一番多いのはですね、今のところですね、関東省が一番多いです。 711億円使いました。約1.3兆円以上ですね。次は石膏省です。436円使いました。北京は300億円です。上海は167億円です。吉林省は85億円です。大半ですね、国民の健康保険、社会保険から出されました。そして政府は少しだけですね、ほの少しだけ負担しました。 また広東省はですね、広東省にある1 3 5の総合病院の状況を公開しました。ICU、ベッドの数ですね、415個しかないんですよ。これがですね、中国の ICU の数はですね、ものすごい少ないんですよ。中国の衛生局ですね、世界でいつも自慢するんですけれども、中国の病院の数ですね、病院のレベル、病院の ICU の トの数ですね、世界一ですよと言っているんですが、それはそうです。次です。2中国厚生省の五州市ですね。富士県という場所があるんですよ。の江さんですね。この江さんは元この県の初期でした。彼はこの間拉致されましたね。そして身代金は3000万元です。あの、犯人ですね、えー。家族の方に電話したんですよ。お金払えよと。 払わないと消しますよと。約ですね、5.7億円です。これで家族の方はですね、1000万件支払いました。約2億円ぐらいですね。でも、釈放してくれませんでした。ので、警察に通報しました。その後、警察がですね、動いて、あの、犯人はですね、釈放してくれました。彼はですね、出てきて泣いていました。 警察に感謝すると言っていました。大変ですね。お金は、えー、そういう節約ですね。できましたという意味ではあるんですよ。なので、すごい感謝するというメッセージですね。すごい多いんですが。しかしですね、中国で話題となっているのはですね、この初期がですね、今はもう引退しましたので、中国の農村部のですね、需要供給、そういう工作ですね、理事会の理事長になったんですよ。 農民のですね、農業、農産物、種とか農薬とか、そういうものをですね、肥料とか、そういうものを把握する初期なんですよ。理事長ですね、何だったんですよ。なので、この人はですね、ものすごいお金持ちですよね、と。犯人は同じ地域の農民でした。そして、この富士県ですが、まあ、あの、空から見てですね、こういった県ですけれども、中国で貧困の地域なんですよ。まあ、川はですね、まあ、黄色ですけれども、 2020年5月、中国はですね、この富士県は最も貧困村ではなくなったんです。しかしですが、今話題となっているのはですね、この貧困にいる初期はですね、本当にお金持ちですよね、という話は出ています。普通にですね、家族がね、もう何億円ですね、出せるというのがすごいよね、というふうに言われています。 次です。三2月10日、アメリカのイエレン財政長官が発表しました。多くの発展途上国はですね、中国も一応発展途上国なんですよ。がですね、中国の借金で困っています。あのー、債務の組み直しはできない状況です。中国政府は邪魔してるんですよ。あの、自分らはですね、止めるんですね。方法としては世界銀行、そして IMF ですね、世界基金。 通貨基金ですね。一緒にやりましょうと。なので、そうするとですね、時間はかかってしまって、なかなか、まあ、そういう債務の組み直しはできませんと。中国は中で邪魔してるよね、というふうな批判をしました。これは中国政府の作戦ですね。取得労働という作戦ですね。以前の動画で話をしましたが、ものすごい悪いことばっかり考えてるんですよ。次です。4、アメリカ側の情報ですが、 アメリカのですね、メキシコとの国境戦ですね。2021年10月から2022年9月まで約1年間ですね。1862名中国人を逮捕しましたと、罪、えー、名はですね、密入国なんですよ。同期費ですね、7倍の増加です。1年間。そして、2022年、去年の12月だけですね。1年間だけ。あ、1ヶ月だけですね。930名。 の中国人ですね。密入国で逮捕しました。同期費ですね。12倍の増加です。そして2023年、今年ですね。2月8月28日までですね。2ヶ月間ですが、今年だけで15名逮捕しましたと。20代から、20歳から50歳間の男性ですと。逮捕してみんないてるのはですね、中国に強制送還されたら、 命の保証はありませんと主張しています。これからあの裁判を起こしてどうするかはですね、アメリカが判断するとなってきます。これで分かるのはですね、中国はこれから密出、まあ、国といいますが、密入国といいますが、海外に行こうとしますね。海外に行かないと仕事がないんですよ。次です。ご、カナダの情報機関ですね、ドルト首相に対して2017年、 にしししたた。レポートの内容を公開しました2017年ですね、中国政府は、まあ、カナダの選挙に影響していたんですよ。カナダにですね、中国の外交官もいるし、まあ、中国のスパイもですね、いるので、活動しています。そして証拠もあります。カナダの国会議員さん、あるいは地方議員さんもですね、影響されて、中国に良い政策ですね、国会にあの、 作って、公会に提案するんですよ。そして、中国の外交官、あるいはスパイですね。あの、カナダにある新中の団体を利用しています。そこを経由して送金するんですね。支援するんですよ。2019年、中国政府は、カナダの大統領選挙に11人に寄付しました。その11人はですね、公会議員になってもらって、中国側のスパイを受け入れるんですよ。雇います。公会の、えー 事務所ですね。勤務してもらっています。これがですね、カナダ政府は、まあ、情報機関ですが、発表した情報ですけれども、中国政府はですね、やってることは、えー、カナダだけではないんですね。あの、日本も地方議員ですね、たくさん、やはりどうしてもですね、影響されてしまいますので、地方議員さんはですね、あの、視野はそんなに広くないんですよ。どうしてもですね、もう自分の地域だけ、 え、良ければいいよねっていうような考え方が多いんですよ。しかしですね、やはり影響されやすいんですね。まあこれもですね、問題ですよね。次です。6。韓国の国家安全機構ですね、発表しました。北朝鮮側のハッカーがウイルスを作っていますよと、韓国の行政機構、大学、 あるいは病院のサーバーに攻撃しています。情報を盗んだり、あるいは情報をですね、ロックするんですよ。ロックして、そしてお金を請求します。あるいは仮想通貨ですね、盗んだりもしています。次です。7。バイデン大統領の演説の内容ですね、中では、例えば、独裁的な国家は弱くなっていますよと、強くなっていませんよと、 習近平の代わりに誰にかなりたいんですかという話はたこさん出ていましたけれども、アメリカの大使館がですね、バイデンさんの演説の内容を中国語に訳して、アメリカの大使館のウィブをですね、まあ、中国のツイッターというものですね、ウィブで公開しました。しかしですが、公開して全部中国側に削除されましたと。 アメリカ政府はですね、批判しましたと。なぜならですね、アメリカ大使館が発信した内容の審査はおかしいですよと言っています。批判しました。中国の外務省はですね、逆に反論しました。でも全然違うことで反論しました。シリアで地震が起きました。シリアに対してそういう制裁をやめなさいと。アメリカは非人道的な国家だよねというふうに批判しました。 アメリカの大使館はですね、説明しました。中国語で反論しました。現在、150億ドル分の物資を援助しました。中国はと。中国はシリアの国民に何がしたのですかと。アメリカはシリアの国民の手元に荷物をですね、渡していますよ。中国はという話はありました。中国はシリアに対してあの何もないんですよ。そして中国はですね、トルコに対して 4000億元のものを支援すると言いますが、4000億元の自民元ですね。渡しました。支援しました。寄付しましたと言います。4000億元ですね。あの、元ですよ。元ですね。なのであ、向こう欲しいのはドルじゃないですか。中国は元で渡すんですよ。これも,もおかしい話ですね。これで分かるのはですね、中国とアメリカの外交関係ですね。本当に悪くなっていますので、 公的な場所で言い合いをしてるんですよ。やはりネットではですね、癒い,いしても、普通ならですね、内緒で裏で調整するんですよ。やはり公的な場面では笑顔で接するんですね。裏では交渉します。でも今回はですね、本当に正々堂々の状態で、まあ、言い合いするんですね。これで、両国の関係は本当に良くないというのが今の現状です。次です。8 スレンスキ大統領は2月10日 EU サミットの会議に参加しました。そしてウクライナ側はですね、ロシア側のモルトバに侵攻する情報、そして証拠をですね、入手しましたと。処理はですね、いつ何をして、どんな手段でモルトバに侵攻するのかを書かれていたんですよ。大体いいですね、ウクライナと同じですと言っていました。 モルトバの民衆的、そういう体制を破壊したいですと。モルトバ側はですね、この情報について感謝します。そして、内容は真実ですよと言いました。そして、ロシア側のラブローフ外務長官ですね。まあ、西洋がですね、モルトバに対して、そういう次のウクフルライナーにしようとしている。つまり、自分は何か行動しないといけないということですね。 モルトバのサンド大統領が、あの、就任してですね、すぐに NATO に加入しますよと申し出ました。そして、ルーマニアとの関係を強化しました。ある意味ですね、一つの国にしましょうかっていう話もあったんです。そして、ロシアはですね、そこでものすごい大変をれりました。この情報を受けて、まあ、ロシア側の圧力もありますし、 のここなにはですね、モルトバのここなには、新ロシア派の声もあるんですよ。これでですね、新欧米派のカブリリツサという首相がですね、辞任しました。戦争が起きてですね、ウクフラナ側の難民は、モルトバへ避難しました。そして、ロシアはですね、モルトバへのエネルギーの供給を止めたんですよ。これで、モルトバの物価は高騰しました。まだウクフラナ側の 発電設備ですね。インフラ施設ですが破壊されて、これでモルトバ側の出抜くも不足となっています。モルトバの国内ではですね、空気の活動がいっぱい起きていますので、首相ですね、辞任するとなったんです。首相に対して辞任しろと要求もしました。次です。Q。ポーランド政府が発表しました。2月10日の昼から、 ベラルーシ側から入ってくる船をですね、禁止にするかと考えてはいるんですよ。一応ですね、ベラルーシ側の行動を見て、これから全面に禁止するかどうかは考えていきます。現在ですね、ベラルーシ側の船が一番利用される港ですね。それに対して、ベラルーシ側の船の入港をですね、禁止にしました。原因ですね、ベラルーシ側は、えー、ロシアに利用されているからですと。 また、バイデン大統領は、ポーランドへの訪問はですね、予定されています。2月24日ですね、まあ、進行1年間、まあ、1周年ですね、となりますので、ポーランドに行って演説する予定です。次です10。中国のネイトク時代ですね、あの CATL 社ですね、フォード、えー、自動車ですね、アメリカのフォード自動車と、あの、共同しでですね、アメリカの、えー、ミシカン州で、 バッテリーの製造工場を作ります。あの、デトロイドから1560キロ離れたところで製造工場を作る予定です。現在ですね、数十億ドルの投資でしょうと言われています。そして、この工場を作りましたら、現地で2500人ほどの雇用はできますよと、という見込みではありますが、現在、出資の割合について話をしている最中ではありますが、ただし、 ま、中国側の情報ですね。フォード側はですね、100%出資するんですよ。当然ですが、100%の株も持ちますので、CATL 社ですね、あくまでも運営します。バッテリーの製造技術を提供するんですよ。これがですね、CATL 社とフォードの作戦なんですよ。フォードがですね、100%出資となってくるとですね、アメリカ政府側の補助金を 受け取るることができるんできんすよ。そうするとですね、中国の CATL 社はお金は出さなくてもいいんですよ。なので、これで見てですね、ウィンウィンですね。中国の CATL 社はですね、世界でバッテリーの製造量は一番です。そして、ネイトク時代といいますが、CATL 社ですね、これが福建省にある地域なんですよ。 習近平はですね、そこで初めて官僚になった地域ではあるんですよ。なので、習近平は第二のふるさとだと言えますので、そしてこの本もありますので、習近平はネ徳にいる時代、時代ですね。という本もありますので、まあ彼の思い出ですね。しかしですが、習近平の歴史自慢でもあるんですけれども、これはですね、1989年1月ですね、まあ、当時はですね、改革開放する カンラーっていうところでしたね。なので、習近平は、みんなですね、自民服なんですよ。これが少数民族の服装ですが、習近平だけですね、えー、今でもですね、流行っていると言いますが、今でも、あの、ある時,時代ですねあ、あるものですが、えー、ダウンジャケットですね、今の時代では普通ですが、でも当時ですね、ダウンジャケットというものはなかなか聞いたことないんですよ、私は。 なので、習近平はもう普通に着ていたんですよ。これで見るのはですね、習近平はやはり違いますね。普通の国民ではないんですよ、彼は。1989年にダウンジャケットですね。そして、ネイトク時代はですね、あの、トヨタですね、と、まあ、共同開発して、これからトヨタにも、えー、対してですね、そういうバッテリーですね、提供します。 これに関してですね、中国の専門家、あるいは中国のシンクタンクですね、あの、ネイトク時代に、あの、提言しています、提案しています。日本のトヨタのマネーをしましょうと。あの、トヨタはですね、ものすごいいい会社、素晴らしい会社なのはですね、自分が強いんですよ、トヨタは。でもですね、トヨタは自分だけ強いではないんですよ。 周りの産業ですね、他の会社に,にもですね、提供していくんですよ。技術も提供しますし。あの、そういう産業ですね、みんなで長くしてですね、一つの自動車産業を作りましょうと、っていうのがトヨタの思想なんですね。しかし、ネートク時代はですね、最初は、えー、潰そうと、他の会社を潰そうとしました。でもですね、ネートク時代はそういうアドバイスを受けて、まあ、トヨタの真似をしたんですよ。 なので、トヨタの真似をしてですね、中国ではバッテリー製造メーカーを潰し合いではなくて、みんなで仲良くしてですね、世界であのバッテリーたくさん売りましょうと、っていうのがですね、ネイトク時代の作戦なんですよね。なので、まあ、結構ですね、日本の会社のマネーを、まあ、そういう経営理念ですね、中国の会社があのコピーすると言いますが、勉強となっていますね。 これが、そしてダイハツにもですね、あの電気自動車のバッテリーの提供もこれからやっていくでしょうかと思いますが、噂ではですね。次です、11、北京ではですね、ここに書いてありますが、北京の人類生死倉庫ですね、ありますので、北京先生省、山東省、河北省、湖北省、雲南省とか、 などなど地域の政府ですね。各地域の大学生にお願いしているんですよ。国内ではですね、妊娠したいんですが、でも妊娠できない問題で困っている夫婦が多くてですね、やはり精子というものは足りませんと。学歴は大学生が条件で、身長は一応ですね、これも地域によりますが、北京は170センチ以上ですね。 そして、他の地域は168とかもあったりするんですよ。で、健康の男性です。例えば、健康診断を受けて、目の視力ですね。色の識別とか、っていうこともやるんですよ。そして、大学生はですね、8回から10回、えー、最終的にですね、8回から10回いて、病院に行くんですよ。なので、最高ですね、4500円もらいます。8万6千円ですね。この金額は結構大きいですね。 そして、その人の精子が採用しないとなってくると、交通費は50件ですね。約1000円ほど支給しますよと。そして、無料の健康診断、検査を受けることもできますし。そして、北京地域はですね、学生限定です。大学生限定です。他の地域は40歳までだったりとかもあるんですね。これは地域によって違いますが。 これで見るのはですね、中国政府は現在人口を増やそうとしています。中国は高齢化社会っていう経験ですね、なくて一気に超高齢化社会となりました。私はですね、一人っ子政策のまあ考えですね、あのことであの国民の考え方、あるいは生活スタイルですね、もう決まりました。なかなか変えようとしても難しいんですよ。 まあ経済とかの問題もあると思いますが、でも、主な原因はですね、やはり独りっ子政策ではないかというふうに思います。次です、12。テスラ自動車はですね、中国で何回か値下げしたんですよ。今回ですね、値上げしますとなってきました。モデル Y ですね、一番人気あってですね、2000元ほどアップしますと、約4、4、5万円ですね、アップしますと。 26万件超となりました。今回はですね、長年やってきて初めての値上げなんですよ。いつもはですね、値下げなんですね。テスナ自動車は値段下げてばっかりやりますので、中国の電気自動車の会社もですね、みんな大変です。みんな中国の電気自動車買うより、やはりテスナ自動車がいいんですね。それで中国政府が警告しました。価格競争してはいけませんよと話をしました。 これでテスラ自動車は値段を上げて自分の姿勢を見せているんですよ。これ以上はですね、値下げはもうしませんよという意味です。これが中国政府の行動ではありますが。しかしですが、テスラ自動車はですね、値段を下げても利益はあります。でも中国の電気自動車はですね、値段は基本ですね、もう大体の会社は赤字でやってるんですよ。政府の補助金でやってるんですね。特に輸出ですね。 輸出となってくると政府から補助金もらえますので、正しいどこまで持つでしょうかというふうに思いますが、この動画はここまでですと思います。最後、いいのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。